巻き髪を持たせる一番の方法、皆さん知ってますか？どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、これやってみました。巻き髪を持たせる方法です。意外と皆さんなんかやり方間違ってたりとかするかなと思うので、まあ理論上個人的には一番持つ方法やり方かなと思うので、いつもちょっとうまいことできないとか持たないっていう方はぜひこの方法でやってみてください。ちょっと番外編も用意してます。それあんまおすすめではないんですけど、まあそれもちょっと持つ方法なんで、合わせてよかったら見てください。それでは動画をどうぞ。まずは櫛でしっかりと溶かしていきます。次に巻き髪ウォーターをつけていきます。巻き髪ウォーターをつけたら、もう一度しっかりと溶かしていきます。次にドライヤーで乾かしていきます。もう一度しっかりと溶かして、コテで巻いていきます。毛先を引っ張った状態でアイロンを中間から一回転だけさせて、毛先に向かって滑らして巻いていきます。すべて巻き終わった状態で手ぐしでほぐしていきます。巻いた直後にカールをほどくと結構カールの持ちが悪くなってしまうので、すべて巻き終わってからほぐすようにしてください。スプレーをつけていきます。毛束を取って、なるべく細めに毛束を取って、スプレーを下から上に向かって、まず内側にスプレーを当てて、上から下に表面の部分もつけていきます。全体的にこう360度スプレーがつくとベストです。こんな感じで仕上がりました。個人的には巻き髪ローションとスプレーが一番持ちがいいと思います。よかったら参考にしてみてください。毛束を取って、まずスプレーをつけちゃいます。あんまパリパリにならない程度につけて、次に櫛でしっかりと溶かします。で、その上からコテで巻いていきます。正直このやり方は結構持つんですけど、やっぱりダメージが結構出るので、あんまりおすすめではないです。今日でも崩れたくないなっていう時はこの方法を使えるかなと思うので、まあよかったら参考にしてみてください。こんな感じで仕上がりました。まあ個人的になんかまあやった方法なんですけど、やっぱりこうクリームだったりとかワックスつけると、その重さで時間経つとちょっとだれてきてしまうので、僕はもう本当に巻き髪ローションとスプレーだけでやる方が結構長持ちするかなと思いますので、いつも持たなかったりとかワックスとかそういうのつけてたよっていう方、一度この方法でやってみてください。またリクエストだったりとかコメントもお待ちしております。それでは次の動画でまた会いましょう。さよなら。